ボルコ一世は、オポーレ公、ニエモドリン及びスチェルツェの支配者。オポーレラチブシ公部ワディスワフの三男、母は、ビエルコポルスカ公部ワディスワフオドニツの娘エウフェミア。1277年頃、ボルコは三男であるにもかかわらず、父によって、オポーレラチブシ公国の共同統治者とされた。父が1282年に死ぬと、ボルコは、時計。 カジミエシュと共にオポーレの共同統治者となり、長兄ミエシュコ一世とマッテイ・プシセミスワフはラチブシュを共同で相続した。ボルコ一世とカジミエシュの兄弟による共同統治は2年しか続かず、1284年に両者は正式な領土の分割相続に踏み切った。ボルコ一世が首都のオポーレを保持し、カジミエシュがビトムを相続することになった。 理由は不明であるが、ボルコ一世は他の兄弟たちとは異なった政治方針を取り、ブロツワフ公、ヘンリク四世と親密な協力関係を築くようになった。この協力関係はヘンリク四世とブロツワフ司教、トマシュ二世ザレンバとの間の長期にわたる紛争において特にはっきり現れていた。ボルコ一世はヘンリク四世の政策を積極的に支持した。 1287年には、ボルコ一世は打ち続くヘンリク四世と、教会勢力との争いの調停を試みているが、その後、ヘンリク四世は、軍事的な勝利によって、教会を屈服させている。1288年9月30日、クラック不幸及びサンドミエ志公のリシェク二世が子供を、残さずに死んだ。クラック不幸くらいの相続者に名乗りをあげたのは、 プーツク公ボレスワフ2世と、ボルコ1世の同盟者であるブロツワフ公ヘンリク4世の二人だった。当初は、レシェク2世の二人の異母帝、クヤビ公部ワディスワフ1世とウェンチツァ皇、カジミエシュ2世の軍事的支援を受けた、ボレスワフ2世がこの争いに勝利した。翌1289年2月26日、グーグフ公ヘンリク3世、シチナバ公プシェム皇、 そしてオポーレコーボルコ一世の率いるヘンリック四世支持派のシロンスクの軍勢が、クラクフ上代、ヒゲのスークの支援を受けて、シェビエッシュを攻撃した。極めて精算な戦いが展開され、シロンスク諸公の軍勢は大敗した。シチナバ公、プシセム公はこの戦いで戦死し、ボルコ一世も深手を負って、ブワディスワフ一世に捕らえられた。一年後、ボルコ一世は、 ブワディスは不一世に多額の身の白金を支払い、ようやく自由の身となった。1290年6月23日、その後の政治情勢の急変によって、クラック不幸の座を獲得していた、ヘンリク4世が急死。ヘンリク4世は遺言で、グーグ不幸ヘンリク3世とビエルコポルスカ公、プシセミス2世の二人のいとこに、自分の医療を相続させると決めていた。 後ろ盾をなくした、ボルコ一世は、ボヘミア王バーツラフ二世と同盟関係を結ぶことに、決めた。1291年1月17日、ボルコ一世は二人の兄、チェシンコミエシコ一世及び、ビトムコカジミエシュと一緒に、オロモーツに赴き、そこで今後は、ボヘミア王国の敵対者には必ず、ボヘミア王と共同して立ち向かうことを取り決めた。 軍事同盟条約に調印した。条約の締結と同時に、三兄弟によるボヘミア王冠に対する侵入の儀式も取り行われた。ただし、三兄弟による侵入がバーツラフ二世個人に対するものに過ぎないのか、それともその後継者までをも対象に含むものだったのかは不明である。これ以後、ボルコ一世は積極的に、 ボヘミア王によるポーランド国家への政治介入を指示、1292年のバーツラフ2世によるブワディスワフ1世が領するシェラツへの遠征に参加している。1296年、ボルコ1世がビエルコポルスカ遠征を企むグーグフ公ーヘンリク3世を支援するとブワディスワフ1世と再び敵対した。ボヘミア王国との協調関係を順調に 気づいていったおかげで、ボルコ一世の国際政治における地位と重要度は、すぐに大きく向上することになった。1297年、ボルコ一世は、自分の被護者、バーツラフ二世が、ポーランド君主に衰退される式典に参加し、オロモーツ広塚佐教とブロツワフ司教との争いの、調停者の役目を与えられた。翌1298年には、ボルコ一世は、 アルブレヒト一世をローマ王に選出することになるマインツで開かれた選定公会議にバーツラフ二世のナシロとして出席、ボルコ一世の国際的な地位は最も高まった。1299年には敗位されたローマ王アドルフ・フォン・ナッサウに対する軍事遠征を支援している。1300年、ボルコ一世はバーツラフ二世のビエルコ・ポルスカへの旅行のと申し、 その旅の途中で行われた、バーツラフ二世のポーランドを大感式に出席した。直後、ボルコ一世は国王に対する忠勤を認められ、クラックフの大官に任じられた。1306年に、プシセミスル朝が断絶し、ボルコ一世とボヘミア王国との間の同盟関係が消滅に向かう中、ボルコ一世と近隣諸行との間の極めて根深い緊張関係は、 改善されていった。バーツラフ2世の死後、ボルコ1世はわずかにビエルニの支配権を獲得したのみであった。1311年、ブイート・アルベルトの反乱が発生した時に、ボルコ1世は再び政治の表舞台に返り咲こうと、試みている。クラックフの都市民たちが当時クラックフ公の座についていた、ブワディスワフ1世に対して、不満を持っていることを知っていたのかは定かでないが、 ボルコ一世は反乱中の1312年4月に、マオポルスカに姿を現した。同期は、自らの政治的野心に突き動かされたのか、それともポーランド王国の相続権を主張する、ボヘミアの信号予判本ルクセンブルクが任命した、大官としてやってきたのかのどちらかである。しかし、何が起きたのか、ボルコ一世は肝心のバベル城を抑えることができず、おぼレに逃げ戻り、 反乱の指導者だった市長のアルベルトを投獄している。内政面では、ボルコ一世は教会に対して非常に気前が良かったことで知られている。特に彼は、エミエルニツァにある、市東会の修道院や、フランシスコ会運営の教会を支援し、フランシスコ会のために、西安な礼拝堂を建設した。また、多くの地域に、マクデブルク法を適用して、広告の経済発展を、 大いに促進した。1313 13年5月14日に亡くなり、オポーレのフランチェスコ会教会に埋葬された。1280年までに、ボルコ一世は、出自の不明なアグネスという女性と結婚している。一部の資料から推察すると、彼女は、ブランデンブルカ編教博夫三世の娘と、考えられる。公爵夫妻は三人の息子を儲けた。 ボレスワフ・ボルコニセイ、アルベルト、ありがとうございます。